皆さん、おはようございます。今日は待ちに待った運動会ですね。校長先生は皆さんがこの運動会へ向けて一生懸命練習をしていたこと。運動会というのは一人一人が全力を出すのはもちろんですが、選手、先生、僕たちはスポーツマンシップにのっとり、先生、堂々と戦うことを誓います。ねえねえ、選手先生って言ってるけど、選手って生徒だよね。うん、なんか変な言葉使ってるね。選手先生、うん、おかしいね。うん、おかしいね。はい、それでは次に走る人、並んで並んで。あれ、どうしたの？昨日足階段で開いちゃってさ。それで走れる？50% くらいかな。はい、それでは次の走者、位置について、用意、スタート。それでは次、カノンさんかな、スタートラインについてください。あ、次、僕の出したカノンちゃんが走る番だ。はい、それでは、位置について、用意、スタート。はい、それでは次の走者、位置について。あ、次、僕とカノちゃんが走るんだ。かっこいいところを見せなくちゃ。よーい、スタート。そんなに足速かったの？さて、もうすぐ障害物競走が始まります。2組のみんなは揃ってるかな？あ、リンタンがいません。あ、あれ、リンタンどこ行っちゃったんだろう。ちょっと先生探してきます。2年2組のリンタロウくん、至急第一入場口まで来てください。はい、リンタロウくんは、間違って、第二入場口の方に並んでました。皆さん、集合場所をちゃんとチェックしておいてくださいね。さあ、それではみんなでエンジンを組んで気合を入れるぞ。さあ、隣の者同士で肩組んで、肩組んで。俺上司と肩組みたくねえし。私もだよ。やだよ。ほら、そこの二人、恥ずかしがってないで、肩組む、肩組んで。それでは、綱引き第1回戦を始めます。よーい、スタート。よいしょそれでは、玉入れの得点を数えたいと思います。皆
皆さん準備はいいですか？せーの、1、2、3、4、5。今僕、目立ってる。22、23、24、25。赤組の勝ちでーす。イエーイ。はい、これで午前の部が終了になります。今から1時間のお昼休憩になりますんで、皆さんは、家族のところに行って、お弁当を食べてきてください。その後午後の部が始まるんで、またここに集まってくださいね。はい、それでは一旦解散。はい、それでは午後の部が始まるので皆さん集まってください。食べ過ぎちゃったよ。食べ過ぎだよ。お弁当美味しい。美味しかったから食べ過ぎだよ。この後走るのが無理だから。現在1位は赤組の凛太郎くんだ。わー、凛太郎くん転んだ。大丈夫か？頑張れ凛太郎くん、頑張れ凛太郎くん、まだ巻き返せる。頑張れ、泣くな凛太郎。それでは今回の運動会の結果発表を行います。赤120対白125で白組の勝ち。負けちゃった。負けた。ねえねえ、あの計算、あの点数ってさ、ちゃんと計算してると思う？思わない。私も思わない、どうやって計算してるのかな。楽しかった運動会もあっという間に終わりの時間となってしまいました。皆さん本当によく頑張りました。リレーで転んでしまった人も最後まで頑張って走りましたね。お疲れ様でした。これでね、運動会終わりになります。ちなみに月曜日は、今日の運動会の振り返り休日でお休みですからね。やったー、やったー。はい、ちゃんと体休めて、火曜日から学校来てくださいね。はい、はい、それでは解散。